どうもこんにちは。1980年に雨の慕情で日本レコード大賞を獲得するなど、多くのヒット曲で日本社会を長きにわたって盛り上げてきた歌手の八代亜紀さん。1月9日、事務所のホームページを通じて2023年12月30日に亡くなっていたことが公表されました。そんな八代亜紀さんの衝撃離婚の裏が暴露され話題となっています。また1月7日には俳優の中村メイコさんが昨年12月31日に肺塞栓症のため死去していたことが発表されました。2人は一見全く縁はないようですが、それぞれの人生を振り返るとそこには2人をつなぐ昭和歌謡界の大スターがいました。今回はこれらについて調査しました。最後までご視聴よろしくお願いします。八代さんは23年8月に膠原病を患っているとして活動休止を発表。闘病を続けている最中でした。活動休止に際し、少しの間大好きな歌と絵から離れなきゃいけないのは寂しいけれど、必ず元気になって戻ってきますので待っててね、また皆様とお会いできる日を楽しみに頑張ります、とコメントを出しており、復帰を待ち望むファンも多くいました。体調不良を訴えた八代さんが病院で膠原病に加えて急速進行性間質性肺炎と診断されたのは昨年9月。治療に専念するために芸能活動を休止し、必ず戻ってきますので待っててねと宣言しましたが、その言葉が実現することはありませんでした。年末の風物詩である NHK 紅白歌合戦には1973年に初出場。涙恋を歌った初舞台から数えて23回も出場しています。そんな八代さんの思い出を97年1月にリリースされた73枚目のシングル ミスター・サムシング・ブルーの作詞を手掛けた作詞家翻訳家の湯川玲子さんが語りました。八代さんは事務所も兼ねた自宅を都内の目黒区八雲に構えていたので、お互いのお家が近くって、アメリカのジャズを2、3曲八代さんのために訳詞したこともありますよ。彼女が23年8月に青山にあるジャズクラブブルーノート東京に立たれた時に、私が訳詞した曲を歌われていたのはとても良い思い出です。湯川さんの自宅と八代さんの自宅は車で5分ほどの距離でしたが、年を重ねるにつれ徐々に顔を合わせる機会も減っていったそうです。それでも10年ほど前まではお茶を共にする間柄でした。箱根に別荘を持たれていて、そこには陶芸の窯もあったんです。94年に結婚された5歳年下で、八代さんのマネージャーを務めていた旦那さんの趣味が陶芸だったんですね。八代さんも別荘では趣味である絵を描いたり、旦那さんと一緒に陶芸を楽しまれていましたね。湯川さんが八代さんと最後に会ったのは8年前、在京テレビ局の廊下ですれ違った時でした。たまたま会いまして、お互いに元気と言葉を交わしました。当時は体調も万全で、まだまだ現役で頑張ろうという意気込みを感じましたね。八代さんの魅力の一つはそのギャップにあったと湯川さんは語りました。ハスキーボイスを生かしてジャズを歌うし、162センチと背も高い。一方でとても純粋で少女のような心を持っていたんです。もともと自分のハスキーボイスにも自信がなかったそうですが、小学校5年生の時に酒とバラの日々などの名曲で知られ、女優としても活躍したジュリー・ロンドンのレコードを聴いたことが転機になったとたびたび話していましたね。自信満々でステージに挑んでいたかのように思われる人も多いと思いますが、実は繊細な心を持った人でした。79年には阿久悠氏が作詞を手掛けた船歌が大ヒット。年末に出場した NHK 紅白歌合戦では初となる大トリも務め上げました。この頃から自信がついてきたんじゃないですか。ステージ上でも歌詞に情感が込められていると感じることが増えました。当時の八代さんはまだ29歳、人生の酸いも甘いも経験しているとは言い難い年齢。それでも八代さんが詩に感情を乗せて歌う様子を見た湯川さんは次のように感じたそうです。人の心に寄り添い、
悲しみを歌詞で表現できる人でしたね。お酒は、の歌詞で始まる船歌ですが、後で本人からお酒が飲めないと聞いた時はびっくりしました。それなのに哀愁たっぷりに曲を歌い上げるわけですから、曲を聴く人の心を汲み取るのが上手だったのでしょうね。そんな八代さんの私生活に影を落とす出来事が21年1月に起こりました。八代さんが歌手活動50周年を迎えた節目の熟年離婚でした。次々にヒット曲を送り出す八代さんをマネジャーとして支えたのが、後に伴侶となる増田昇氏でした。増田氏は元歌手で、年齢は八代さんより5歳下。仕事で芽が出ず、田舎に帰ったところを八代さんに引き戻されてマネジャーに転じました。以来10年近く裏方として彼女を支え、1987年に八代さんが事務所を独立した際も行動を共にしていました。そして1993年9月19日に新宿コマ劇場で行われたツーショット会見、舞台上には金屏風が立てられ、その前に座る2人の指には1カラットの婚約指輪が光っていました。実は八代さんにはそれまでレコードプロデューサーや青年実業家、医師とのロマンスがありましたが、最終的に結婚を決断したのは父啓光さんが認めていた増田氏だったのです。彼からのプロポーズの言葉は無言です。長い間彼を見ていて、私のために一生懸命働いてくれる彼の後ろ姿を見て、その無言の姿がプロポーズだと思いました。そしていいわよと言いました。そう話す八代さんは1月29日に入籍し、啓光さんの三回忌が済んでから挙式したいとして、彼の方が年下だけど彼は何でも知っていて尊敬できる人と語っていました。それから27年、二人はおしどり夫婦と言われてきました。だからこそ2021年6月の離婚は衝撃的な報道となりました。さらに翌7月には浜村淳さんがラジオ番組で、離婚の原因は無個犯の浮気と発言。相手は当時八代さんの事務所に所属していた30代の歌手とされ、増田さんと30歳近く年が離れている B さんの名前が浮上しました。八代さんは即座に自身のブログで元夫の不倫疑惑を否定。 B さんもブログで八代さんが否定コメントを書いてくださいましたと報告しましたが、その後も八代さんが離婚の真相について語ることはありませんでした。ただ70歳での離婚決断の裏にはやはり何かがあったことだけは間違いないでしょう。1月8日に営まれた密葬には、八代さんの親族や仕事関係者など30人ほどが参列したそうです。八代さんと30年来の交流がある画家の市川元春氏が振り返りました。普段と変わらずお綺麗な顔のままでした。棺に彼女が油絵を描くときに使っていた絵筆を何本か入れてあげてね。向こうでも絵も描き続けてください。みんなのために歌っていてくださいというお手紙を添えてお別れしたんです。酒もタバコもやらない彼女にとって絵は一番の趣味でした。入院前に会った時は今年の活動について話し合ったし、フランスでの展覧会の話も出ていたくらいだったので、まさかこんなことになるなんて。愛する人々に囲まれて旅立った八代さんですが、お別れの場に30年以上の年月を共にした元夫の姿はなかったそうです。心の支えだった最愛の夫との離婚により孤独な晩年となりましたが、それでも彼女の周りには信頼するスタッフや大勢の仲間がいました。病の公表から120日余り、戦い抜いた八代さんの最後は眠っているように穏やかな表情だったそうです。そんな八代さんが子供の頃からの憧れと語っていたのが美空ひばりさんでした。番組での共演をきっかけにレコード会社の垣根を越えて可愛がられるようにひばりさんに呼ばれ、朝まで一緒にカラオケをしたこともあったそうです。代表曲の船歌は本来作詞家の阿久悠氏がひばりさんを想定して書いた作品でしたが、巡り巡って八代さんの曲になったという不思議な縁もあります。ひばりさんが亡くなって以降は歌謡界全体でひばりさんの抜けた穴を埋めていかないとと語っていた八代さん、その言葉通り最後まで歌謡界を背負って立ち、
歌手人生を走り抜けていきました。そして1月7日には俳優の中村芽衣子さんが昨年12月31日に肺塞栓症のため死去していたことが発表されました。2歳の時に映画「江戸っ子ケンちゃん」でデビュー、天才子役として人気を博し、 NHK 紅白歌合戦では1959年から3年連続で司会を務めるお茶の間の人気者でした。ひばりさんとは雑誌の対談で、中村さんが16歳、ひばりさんが13歳の時に出会いました。子供時代に芸能界入りした感覚を分かり合える稀有な存在で、気づけば互いの家を行き来するような唯一無二の間柄となったそうです。ひばりさんの葬儀で中村さんはこのような弔辞を読みました。私はもう友達は持たないでしょう。あなたが最高だったから、中村さんはたった一人の最高の友達のもとへ旅立っていったのでした。八代さんにとって憧れの人であり、中村さんにとって唯一の友だったひばりさん、今は天国で久々の再会を楽しんでいることでしょう。心からご冥福をお祈りいたします。ご覧いただきありがとうございました。まだの人は登録と高評価をお忘れなく。またこのお時間でお会いしましょう。それでは。